はい、ということでライオンズゲート特別コラボ企画、人気バカ上がり中の魔女ヒーラーロミ先生が伝説のロックバンド元ブルーハーツ梶原哲也さんカードリーディングスペシャル後編ということで、後編始まりました。前編はロミ先生のチャンネルで、バカ上がり中のロミ先生のチャンネルで、で後編はこちら88クラブということで、改めましてスタジオ88代表で映画監督、映画プロデューサーの滝川元気です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、人気爆上がり中、再生数爆上がり中の魔女ヒーラー、ロミ先生です。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、もう誰もが知ってる、伝説のロックバンド、元ブルーハーツのドラム、梶原哲也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。後編からも楽しめるんですけども、前編ではそもそもカードリーディングって何するのとか、ライオンズゲート今日トピックで扱って、ライオンズゲートって何とか、ドラゴンヘッドって何ですかとか、あとまあ梶原さんからこれからの世界世の中どうなっていくんだみたいなことを早速ちょっとカードでリーディングしていただいて、その後、セッションしたと。でそこからの深掘りのタイミングでこちらの後編に来てますので、もし興味ある方は前編見てからこちらに戻ってきていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで、ここからはじゃあ、はい、深いお話。はい、深い話をお願いいたします。お願いいたします。はい。前編では最後、じゃあ時期をね、その神様ごととか、あの芸事とかのをメインで、動いて、スムーズに動いていける。ようになってくる時期を見ていこうっていうところで、後編にね来たので時期見ていきますね。梶原さんの、そうですね、スムーズにエネルギーが流れ出して現実が動いていく時期を見ていきます。はい、お願いします。はい、いや、なんかでも時期をまとんでもいい気もしますね。なんかね、詳しい時期も追って見ることはできるんですけど、うん、一番最初に出たのがもうテイクアクションやったんですよ。だからもうすでに今から動いて大丈夫だよっていうカードが出てて、で2枚目のカードがあのニアーフューチャーやから、もう言うてる間に、もう言うてる間だよって言われてるんですよ。そうで、これでね、あの半年後とか1年後とかも出ることも全然あったんですけど、もう今からちょっと動いていってもらって全然大丈夫なんですけど、もしかするとこれドラゴンヘッド、ライオンズゲートに関わってる案件なのかもしれないですね。おー、ゲートが開くってことは、あの今まで貫通しなかったエネルギーが貫通するっていうことなんですよ。そうなんですよ。なのでどれで見ていこうかな。ちょっとまずこれで8カードで、8月8日はもうすぐですもんね。ここがね、ピーク、その、あ、ほら、ちょっと見ました、今、私ちゃんと組んでて、あの、なんていうか、八百長してないんですけど、イエスって、ほら、はい、イエスが出たんですよ。このイエスって、あの、このカードの中で2枚しか入ってなくて、こんだけ、60枚ぐらいある中の2枚しか入ってないイエスが飛んだんですけど、さっきのね、時期見た時の流れから言うと、このライオンズゲートで、その神様、あと芸事と、神事に携わる、その、そっちの方向性のエネルギーが、ライオンズゲートで梶原さんのエネルギーが貫通するんですね。なので、それで言ったら、あの、私ここで、あの、セッションさせてもらってるのも、梶原さんのそのゲートのおかげです。はい、それぞれね、それぞれゲート同じエネルギーは降り注いでるけど、魂はみんなそれぞれ別物じゃないですか。なのでそれぞれの課題というか、ライオンズゲートの
それぞれの影響があるんですけど、その中で梶原さんはそこのゲート貫通したよって言われてるんで、ちょっとね8月10日12日以降は そっち方面の案件のお話がスムーズにいくことが多くなってくると思います。なるほど。バッチリイエスが出たってもう本当にこういう時って、もう絶対大丈夫なんですよ。はあ、じゃあそれは僕もじゃあ動かされたってことですね、梶原さんに。間違いなくそういうことです。私たちは恩恵を受けてます。梶原さんの、ね、不思議ですね、ご縁というか。from 伊勢より。何ですか？from 伊勢より。あ、そう、伊勢ね。伊勢から。あ、本当ですね。うん。すごいと思います。私はお家ですけど。まあでもここがね、お仕事場なんで、ちょうどいいんですけど、多分だから、そうですね、それを踏まえて、ゲートが開いたから、エネルギー貫通が起こって、このライオンズゲート以降は、もう本当に勝手にね、勝手につながっていくと思うんで、スムーズにね、やっぱり調整期間やったと思うんですよ、今までは。ちょっとコロナが落ち着いて、バンってなって、いろんなね、エネルギーが混ざり合って、梶原さんの魂と、外のエネルギーと、こう、調整期間があった中で、今回のライオンズゲートによって、神様つなぎだったりとか、ご神事に携わっていく方向性の道の貫通が起きたってことは、多分ねこっからの流れってもう多分必然なことしか、必然な神様にしか呼ばれへんのちゃうかなってもうすごい思うんで、それもちょっと見ていってもいいですかね。あ、お願いします。はい、深掘りしていきたいと思います。はい、国と子たちの御事様っていうのがですね、はい、まあなんかこう調べると、はい、牛虎の本陣様っていう風になんかこう結びつけるなんか資料もあったりして、なんか割とこう強いというか、なんかそういうね、いろんな意味でこう力があるっていう風にこう聞いたりもするんですけれども、そうですよね。国と子たちの御事様の何かその、なんていうんですかね、キャラクターじゃないですけど。あ、わかりました。どういった性質を持ってる神様かみたいな感じですよね。それも聞いていきます。一緒に。強そうですよね、それを聞いてたら。そう、私も偉大な、すごいパワーのある神様だとは思ってたんですけど、牛虎さんがついてると言われてるんですね。性質を教えてください。動物めっちゃ出てるんですけど、本当にそうかもしれない。なんですけど、見たときに、フクロウさんがね、ここも、こっちも、あ、見えないですね。あー、見えるかな。頭にフクロウさんがおって、こっちフクロウさんなんですよ。で、このエネルギーを見るとね、ちょっと、なんて言ったらいいのかな、なんかね、現代とか、はるか昔とか、なんか時をつなぐって出てくるんですよ。なのでこの神様なんかね、バスタフルミアス、もしかしたらなんですけど、むっちゃ強いんですけど、つながられる人はすごく限られてるんやと思います。
なんかね、つながれる人がすごく限られてるっていうのは、これ何の感覚なんやろ。なんかね、異次元、次元が違うんですよね。この4枚のカードが結局出てるんですけど、全部共通して言えるのが現代じゃないんですよ。まあもちろんそうなんですけど、国のとこの立ちの神さんがおった時って現代じゃない、まあ今もねいらっしゃいますけど、活躍した時っていうのが多分もう遥か昔ですよね。そこからつなぐ英知って言われてるんですよ、この2つで。だからなんかね、すごい来るのが、国のとこの立ちの神さんしか知ってないことがあるんですって。古事記とかじゃなく、やばくないですか。なるほど。そうで、その英知っていうのはすごくね、お月様と関係してる、お月様の戦士なんですよ、この人。月の力を味方につけた戦いの人なんですよ。なのでこの神様、動物と月にすごく縁がある神様なんちゃうかなって思うんですね、まず。で、じゃあそのね、時空を超えた、英知を下ろしてくれる、そして人を選ぶ、神様っていうのは今出たんですけど、その神様にご縁がある梶原さんには現代に落とし込んでどういった影響があるか、ちょっと見ていきますね。はい、お願いします。はい、ちょっとなんか深すぎる、壮大すぎるカードが出たので、やはりすごい神様なんやなっていう感じは出たんですけど、現代にちょっと影響があるとしたらどういうことがあるのか聞いていきますね。神様すごいですね。まずやっぱりまた出ました、さっきも出て、戦いの人なんですよ。これ本当の意味の戦いっていうよりは、本当に自分との葛藤とかを乗り越えていくとかもそうですし、妥協しないっていうところだと思うんですね。で、真実を見抜いていく力、妥協しない、一番最初にね、前編の方でお話しさせてもらったと思うんですけど、梶原さんの中でね、多分ね、見えてるものってきっとあると思うんですよ。みんなには見えてないけど、梶原さんにしか、なんか分かってない真実とかって、もしあったとしたら、そこをね、ちょっとね、戦ってほしいんですね。貫き通す力みたいなものをすごくサポートしてくれてるんですよ。はい。で、さっきもね、お月様のバックに戦ってる男性が出てたんですけど、やっぱり戦いの、戦う力っていうところをサポートと、それをすることによって、新しい扉が開きます。次へのステージに、運ばれていきます。で、その戦いを貫き通すと現実面としてちゃんとついてくるって言われてるんですね。だからこの神様、時空を超えて英知を下ろしてくれる人なんですけど、結構現実面も、サポート強い神様やと思います。はい、物質的な豊かさもちゃんとその後、用意してくれてますし、戦いの後ね。で、雷がね出てるんですよ。お、サンダー。はい、サンダー。雷の神さんいますよね。竹三日月の神様を勝手に私は今連想したんですけど、最後にこれが出てきてくれてるってことは、その神様との性質も似てるんやと思います。戦いですし、雷落ちてますし、嵐も来てるんですけど、その分現実面の、現実創造の力もすごい神様ですね。なので、これ今のは
現代に落とし込んだ影響を聞いたんですけど、もともとの神様の性質としてはその時空を操れる神様、それどういうことかって言ったら、現代の私たちに、しっかりコンタクトを取ってくれる神様やと思うんです、うん、で、動物的な力がやっぱり強いので、これを見てると、あとはそのお月様、満月、新月ともすごい親和性があるみたいなので、そういったところをね、梶原さん、もしできたら新月の日には、ちょっとしたエネルギー枠してみたりとか、満月の日には、何かね、そういった感謝で手放すとか、そういったちょっとしたものでいいと思うんですけど、それをしていくと結構どん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 現実動いていくんじゃないかなっていうのは思いますし、さっき言った牛虎の神様っていうのも、そうなんやろうなって思います。いっぱいこの方が動物引き連れてるんですよ。頭に袋は、はい、おるんですけど、後ろにもね、これ何やろうな、なんか動物の遺跡みたいなのがあったり、羽が生えてたりとか、結構動物さんたちと関連が強い神様っていうのもちゃんと出てます。はい、なのでまとめるとそうですね、偉大な神様なんですけど、選ばれし人にしかコンタクト取ってこないんでただ戦いの神様であるっぽい感じがすごい来てたので、勝ち取りに行く意識をちょっと強く持っていただければ、現実像が、ね、さっきの、国のとこの立ちの神様のもともとの現実創造、強み、現実に落とし込んでいけるっていう、現実が動いていくっていうところが広がってくるんじゃないかなって出てますね。なるほど、はい、そのなんかね、満月とか新月の、はい、エネルギーワークっていうのは具体的にどういうことを、ね、結構いろんなやり方があるんですけど、私はね、すごくいいなって思うのは、お水を飲むことがすごくいいと思ってて、はい、しかもそのお水も滝川くんにもね、伝えたことあると思うんですけど、ブルーボトルっていうね、ハワイとかでよく使われてるガラス製のブルーのボトルがあるんですよ、瓶が。そのブルーボトルに、お水、飲めるお水をね、注いで蓋閉めて、新月と満月の日に月光浴させるんですよ、お外で。へえ。はい、それはもうベランダでも構わないですし、曇りで雨で、お月様が見えてなくても、外気浴、外に出しておいてあげるだけで大丈夫なんですけど、最低ね、2時間ぐらいは、満月が出てる時間帯とか新月の時間帯とかを、見計らってね、 2,3 時間外に置いといてもらったら、その後ですね、 2,3 時間後飲むんですけど、その飲む時に、自分の中でね、不要なものを、流していく感じイメージしながら飲むのと、新月であれば何かスタートしたいことをね、ちょっとお月様に向かってでもいいですし、飲む時にねお願いしてもいいですし、書いてもいいんですけど、そこはもう自由なんですけど、一つ新しくスタートすることを明確化するっていうのが、すごく水とお月様は相性がいいんですよ。なので、その新月パワー、満月パワーをまず物理的にお水というもので体を満たす、はい、そして、スタートしたいことを紙に書くなりして明確化にする。そうすることで、エネルギーがね、完全に新月のエネルギー、満月のエネルギーというものが肉体と意識で、統合されるんですね。はい、で気をつけてほしいのが、新月の時はその何かスタートしたいこと柄を書きます、うん、で満月の時は、感謝の一旦完了の満月なので、はい、手放したいこととか、満月満了みたいな感じなんでね、ここまで来れたことにまず感謝するのと、もう古くなって自分の中でもういっぱいいっぱいになってるものを手放すことと、
これを手放していきたいとか、うん、もう自分の中でこれはいらんなって思うこととか、もうあの食事とかもそうなんですけど、あまり体に良くないものをちょっと手放したいなと思う時とか、私は満月の日にちょっと意図しながらその満月ウォーターを飲んだりします。はい、でこれね、あの試してもらったら面白いと思うんですけど、あの何々座満月、何々座新月とかによってね、同じお水やのに全然味違うんですよ。へー、そうなんですか。もしあの機会があればやってみてください。すっごいあの全然味が違うんです、本当に。はあ、面白い。残ったお水は次の日にお風呂とかに入れてもらってもいいので、はい、そういった感じでね、お月様のパワーを体にダウンロードするっていうのは、それを始めるだけでね、結構女性の方だったら、周期がねちゃんと整ったとか、男性の方でも感情の、出し方がうまくなったとか、結構ねお月様って皆さん影響するので、いいと思います。ぜひやってみてもらったらいいなって思います。雨の日でもできるんでね。そうですね。うん。私とかだったら息子とか子供も飲んでます。ああ、そうなんですね。はい、お月様ウォーターどうぞって言って、多分なんか何もわからんと飲んでますけど、それだけでね、あの浄化にもなります。はい。今またなんかカード出てきたんですか、新しく。あ、今のカードはね、特に何もあのちゃんと直せただけなんですけど、うん、ちょっとお月様出てきたんで、お月様との関連性もちょっとだけ1枚だけ引いときますね。はい、これってじゃあ例えば今梶原さんのされてるじゃないですか。はい、僕のことをじゃあカード1枚でなんか見てくださいよって急にポーンって出てきたりするもんなんですか。滝川くんのカードですよね。そう、例えば。はい、出てきます。それは呼ばれるようにどのカード引くかは、はい、このカード引いてって言われるように見ているんですか、なんか。このカード引いてって言われ、あ、そう、今あのもしそれを言われたとして、まあそれ今言われたとして、はい。ちょっとね切り替えるんですよ。人が違う。なるほど。あ、じゃあそれはあの後でいいです。あの。はい、単純にどんなどういう彼なんかなと思った質問だったんですけど、梶原さんさっき、はい、梶原さん の, あの魂のエネルギーと結構私はつながらせてもらってる感じですね、今は。梶原さんとね。はい、そうです。はい、はい、どうぞ。で、はい、お月様のパワーというか、お月様との関連性を聞いたのに日が出てるんですよ。だからやっぱりね、あのこれ、火流って言って龍神さんの、ごめんなさい、はい、すごく炎が燃えたぎってるね、龍神さんなんですけど、情熱を最優先にって言ってくれてるんですね。なのでこれどういうことかって言ったら、お月様のパワーと梶原さんが、エネルギーワーク、その、ね、お水飲んだりとか新月満月を意識してちょっとでも過ごしてもらうことで、あのもともと持ってたその魂からの願いとか情熱とか、あのさっきのね戦う意志みたいな、あの自分の真実を取りに行くみたいな、すごい強い心があの燃えるんですね。そう、そこの真実に火がつくってことなんで、やっぱりね潜在意識の中ではあのすごく梶原さんは強い方なんやと思います。これ見た時そうやんなって、お月様で火なんやって最初びっくりしたんですけど、あの一番の奥底でずっと燃えてる炎っていうのが多分上がってくるんです、お月様と関連することによって。はい、なのでね、ここの力を多分さっきの国のところの立ちの神さんもあの言ってくれてるんやと思うんですね。多分法王とか非関連の、亀さんまた、強そうです。最近僕とロミ先生このね今回の話するまで打ち合わせしましたけど、はい、法王もよう出ますね。なんかそういった法王めっちゃよく出るんですよ。なんかねあのそうです、大和武さん
が最後白鳥になってあの帰ってったって言われてますけど、実はあれ鳳凰やったとか、そういう話を聞いたりとか、なんかね、そう、鳳凰さんはね、すっごいよく今大国さんの流れで鳳凰さんもずっと来てて、はい、なんかやっぱ風の下やから鳥のエネルギーはすごい大事なのは分かってるんですけど、鳳凰さんなんやなみたいな、うん、なるほど、すごい最近重要な感じはしてますね。よく出ます、あの龍神さんから天狗さんに移ったぐらいで、エネルギーがね、龍神さんが、なんか天狗さんえっとね、天狗さんの使いが龍神さんなんですって。そう、龍神さんを使って天狗さんが逆にこう操作してるって言ったら変ですけど、あのね、ご縁をつないでってくれるみたいなんですけど、その天狗さんが出てきたあたりぐらいから鳳凰さんも一緒にすごく来てますね。でも鳳凰さんも実は私、あの戦いとかそういうなんかこう男性性的な感じなんかなって最初思ってたんですけど、あの人間関係とかにすごく力を与えてくれるエネルギーをもお持ちのようですね、鳳凰さん。愛情関係とか家族関係とか、なんかそういったところのをなんかこう炎の力でねクリアリングしてくれるっていうかね、そうなんです、ずっと続けたカルマ切ってくれるみたいなイメージがすごく鳳凰さんの時は来るので、なんか関連してるんやとね思ってるんですよ。なのでそうですね、さっきのお月様パワーを使えば鳳凰さんも来てくれるということで多分でも本当にもともと持ってるものやと思います。すごく梶原さんがもう生まれてからずっと持ち続けてる、なんていうのかな、情熱の炎というか、それは外に出さなくてもずっと自分の中で燃え続けてるものってあって、それがすごく浮かび上がりやすくなってきて進みやすくなるんやろうなっていうのが来てますね。はい、どうでしょうか。はい、 いろんな意味でね、本当にね、なんか天気、まあ社会的にも世の中的にもそうですけど、個人的にもちょっとそういうシーン来てるなとは思ってたんで、そうですよね、はい、何かこれからちょっとこう変わっていくっていうことに関して、もうなんか積極的に、そうですね、積極的に、多分もうなんか神様から呼ばれてる方なので、今見てたらもうなんか積極的にしていくだけでもう本当にこう道がもう用意されてるイメージがずっと来てるんですよね。ああそうですか。はい、なのでね、絶対心配いらないんちゃうかなって思います。最後にアドバイスカード出しときましょうかね。あ、お願いします。はい、はい、ナイス、スムーズにいくためのアドバイス。おなんかね、すごい鳳凰さんとね、つながっててもやっぱりびっくりするんですけど、自分のね、セーフティーゾーン、あ、また消えちゃった。そうですね。あ、消えちゃった。セーフティーゾーンですね。お家を、ごめんなさいね、見えないですね。お家、あれ、消える。見えますかね、これで。はい。はい。セーフティーゾーンを大事にしてほしいんですね。これお家なんですけど、そう、お外で活動するからこそお家を強化してほしくって、あとさっき言ってた家族関係とか人間関係、鳳凰さんすごくクリアにしてくれて、愛情関係に火をつけてくれるよっていうのがもうそのまんまここで出てるんですね。
はい、ご家族だったりパートナーシップだったり、そこの絆をね深めることがどんどんそのご神事に関わる道ですよねを、どん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 進んでいくのと同時にここが強化されるので、はい、アドバイスとしてはそれがそこのね自分のセーフティーゾーン、そして大事なご家族、そういったところと、絆をしっかり強く持って、お家をね整えたり、すごくいい居心地のいい空間にすることで、もっともっと本当のね魂がねボンって上がりやすくなるんですって。これポンって出てるんですけど、梶原さんの今まで持ってた重荷がここでね焚き火のようにもボー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 も燃えて、もうクリアになっていって、本当の魂の願いとか本当にやりたかったこととか、そうですね、自分の中でこれだけはやるって決めてきた魂のご神事事やと思うんですよね。多分これってやっぱり神様のお話のおみじ道の話なので、そういったことがねリンクしたことがですね、神様の、ご縁と梶原さんがもともと持ってる魂のやるべきことがボンってこう上がりやすくなるよっていうことがアドバイスとして出てます。はあ、はい、セーフティーゾーンをしっかり強固にしてください。はい、そしてご家族パートナーシップもしっかり手をつないで強固な絆にすることで、そっちの活動もどん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 スピードアップしていくと思います。どうしてもね、はい、出がちな職業なんで。そうですよね。そういうところが、そうですね、帰ってきてちゃんとこう整える場所なんですね。はい、そこを一緒に言われてる、アドバイスでね一緒に言われてるってことは、本当に両方ガチッと整えた方が進みが早いんじゃないだろうかって感じますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕のこと1枚だけ見てもらえません？なんか1枚だけと言わず、別に名前もいい、まあ、時間もあれやから時間がね、そうですね、はい、なんか今聞いててなんかご縁というか何かに使わされた何かを感じて、はい、今やったらどんなカードが出てどんなこと言われどんな言葉がリーディングされるのかなと思ったんですよ。わかりました。総合的に見て、じゃあ井川さんに一番、必要なメッセージをください。そして出しますね。はい。はい。ちょっとゾワッとしますね。なんか。毒出し。いや、なんか1枚目でちょっとびっくりするカードが出たんです。飛んだの、今飛んだのはこれ飛び出したってこと？今のはね、3枚一気にバーンって飛び出しました。で、それをはい、ジャンピングカードって言って、飛び出すってことはもうもう僕のメッセージ聞いてってことなんですよ。もうちょっと聞いてくださいみたいな。で、ジャンピングカード結構もうずっと採用してるん で、出ない時っていうのは自分のエネルギーで呼んだりはするんですけど、ちょっと滝川さんの場合は魂からのメッセージがすごく伝えたがってたみたいなんで、暴れてたんでね、カードたちが。これね、もう人、まず最初のゾワッとするって言ったら1枚目なんですけど、王さんです。一緒かって言って、めっちゃ感動しますから。情熱を最優先に。だから多分実はね、この私が今やってるアンダラクリスタルっていう医師も法王さんなんですよ。なので多分この3人今ちょっと法王さんに見守ってもらってるのかな。情熱を燃やしていってほしいなっていうのはもう3人共通のメッセージですね。はい。で、それでちょっとびっくりして。シャッフルちゃんとしたんですけどっていうのと、あとのね5枚がねもうちょっとねもう個人的な
恋愛はいいんじゃないって言われてますね。え、諦めろって結婚しないってこと？いや、あの個人的な恋愛っていうより、そろそろ家族としての仲間を作っていきましょうって言われてます。あ、はい、はい、これすごくて、これまずこれ2枚出たんですよ、さっきの情熱を最優先にっていうね。で、情熱もあの恋愛っていうよりは家族としてやっていける人、魂が求めてる人にもうそろそろフォーカスしてってくださいねって言われてるんですね。すごいこと言うね、はい、そうなんです、あの家族を持とうみたいな感じでね、ちょっと魂からのメッセージで出てるなと思った後ですよ。そうなんですけども、念押しですよねこれ。あのまずこれです、頭で考えるんじゃなくって、このね、ここの第三の目を開いて、あなたは分かってるはず。めっちゃ笑ってますけど大丈夫ですか？めっちゃ言われるもんそれ。頭で考えたらダメです、あのもう条件とかもそういうね、人間的な思考をちょっと一旦離れてもらって、あのここのね第三の目で見る力が滝川さんにはあるんで、そこをねしっかり、そうですね、電波しっかりあのつなげといてほしいです。第三の目で直感ですよね、直感力をフルに生かして、これはもうね本当にね、これびっくりしたんですけど、これね契約のカードなんですよ。だからね、何の契約かって言ったら、あのすいません見えますかね、はい、婚姻届とかの話です。いや、えぐえぐ具体的な法的な契約をしっかり交わした人と、ちゃんと家族に、先出てたね、ハッピーファミリーですね、ハッピーファミリーにちゃんと作れば、あなたガチで成功しますよって言われてます。これ今の滝川さんに一番必要なメッセージとして出したのに、こんなにねやっぱりね、あの家族を作りましょうとかね、恋愛を、恋愛よりも家族としての絆を作っていきましょうと言われてるので、そして今伊勢におるってことはもう神様からのメッセージだと私は思ってます。確かに、アマテラスオミガミの元に。神様出してみます、大丈夫ですか？もうはい、ちょっと楽しみに。すごいな、すごかったですね、梶原さん。すごかったですね。うん、いや、なんかすごい。ライオンズゲートナイトは、僕らにとっての鳳凰ナイトでしたね。鳳凰ナイト、ねえ、すごい。前の YouTube もね、ちょっとこう、あ、すごい、なんかメッセージが、はい、ピン来てるなっていう感じでしたけど。うん、本当に。今回も。今回もすごかったです。すごかったですね。させてもらってありがとうございます、本当に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、どうでした？なんか僕 やってみてよかったし、また定期的にやりたいなと思いました。あ、ぜひ。なんかこう、梶原さんが神様の周りのことを お話しするあたりも面白かったし、すごく良かったですね。なんかこう、梶原さんに使わされた野見先生が、あの、やって、で、僕も、こうね、まさか最後に引いたら、ゾワッとするカードが出て、3人が鳳凰で繋がるなんて、すごいなと思って。本当に。あと、ジャンピングカード飛び出したりとか。はい、ジャンピングカードね、バッと出ましたね。なんかいろんなことに凄さがあったんで、ぜひ今後もやれたら嬉しいなと思いました。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱなんかこうね、本で読んだ知識とかでの神様のことだったりするんで、はい、うん、こうやってこうね、はい、メッセージを直でこう受けて、うん、なんかこう具体的な形で伝えてくださるとすごくありがたいですね、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。すごく楽しかったです。はい、ためになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、はい、どちらかというと詳しい話もしたんですけど、はい、カードリーディングって興味あるけどよくわかんないとか、先生術って何とか、そういう方でも楽しく見やすいように間口広く
で、もともと興味あったり見たい方にも楽しんでもらえるように後編では割とちょっと深掘りしてやらせてもらったんですけど、まあ、もしよかったら皆さんあのいいね、高評価、コメントいただいて、でまたあの、ね、2回第2回ダンス第3回とやったりとか、なんかできたら今度神社とかで3人で街ぶらしながらあのやったりとかできたら面白いですね。本当に、それめっちゃ楽しみです、僕あの猿田陛下神社さんで伊勢で3人であの伊勢から配信してみたいなと思ってます。次でどっかで猿田陛下さんやばいんですけどねえ、楽しみですねそれは。ぜひちょっとそんなこともできたらいいなと思ってますんで、引き続き皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。